おいごらてめえこの値段で割引なしだと高すぎだろボケ店主。なんか久しぶりにやりましたね。それでは完成しましたボリノークサマーンですね。はい、そうですね、すいません、正直僕がこのボリノークサマーンという機体についてあまり詳しくないので、はい、あまりそのうんちく的なことは語れないのですが、デザインとしてですね結構面白いなと思うんですよね。はい、やっぱりそのちょっと丸みを帯びている感じがまあ出てて、やっぱりまあ別名森のクマさんと呼ばれてて、確かにあのちょっとクマ感ありますよね。はい、で一応今回なんですけど、ちょっとね汚し塗装をかけてみて、まあ、それによってちょっと全体的なその立体感みたいのを出してみました。はい、でそうですねどうしようかな、先にちょっとまあ苦言からちょっと言わせていただくと、あ、もちろんあの希望小売価格で売られてるのはちょっとね、それはまあ結構それも不満なんですけど、このプランめちゃめちゃ腰が弱いんですよ。グラグラなんで、これがちょっとねもうちょっとなんだろうな、渋みがまあここ結構すぐ取れちゃうんですよね。まあ軸を太らせればなんとでもなるんですけど、はい、でこの腰の弱さプラスこのバックパッククッソ重いんですよ。えらいだからバランスが悪いんですよね。でやっぱり腰もねすぐこれすっぽ抜けるんですよ。うん、これはちょっとは抜けちゃったお前はい、これはちょっとねなんとかしてほしかったなっていう、あのね正直この設計のねなんていうかな、まあね申し訳ないんですけど適当に設計したなっていうのをちょっと思っちゃうんですよ。このボリノークサマーンという機体自体がそんなにそのまあ、色分けもまあ必要がない感じなので、まあ普通になんていうか言い方悪いんですけど鼻くそほじりながらキャドかなんかいじって適当にパーツ組み合わせてまあできる感じできた感じ、うん、だからやっぱりちょっとこういう部分の適当さとか、うん、ひどいなっていうのが正直思ったところですね。はい、まあ、ただもうね、その言うてやっぱりバンダイのプラモデルなんで稼働とかは結構優秀だし、このタガメみたいな武器、まあキュリオスとも言えるんですけどキュリオスのハサミみたいなこのね武器、これ結構面白いなと思います。でそういえばビームライフルをこいつ持ってないんだなと思ったんですけど、このタガメのここが一応ビームガンとして使えて、でさらにこれ取り外して、よいしょ、これがねまあ武器になりますと。でもう一つ苦言ポイントがあって、これはデザイン上仕方ないんですけど、まあこのタガメがめっちゃ干渉するんですよ。これがちょっとねなんだろうな、邪魔に感じる時があります。あと忘れてましたが、ここにグレネードがあります。でこのグレネードのところは塗らせていただきました。一応ここも塗りましたね、ここも。はいはい、じゃあちょっとね武器持たせていきます。どうしてもこのねタガメが邪魔になるんですよね。で武器はよいしょ、この手のね甲を外します。よいしょ、
よいしょ、手の甲を外してこう持たせてまた戻すと、結構その甲の脱着は気持ちなんかやりやすい感じですね。でこのビームバーをつけます。よいしょ、ちょっと待って、はい、まあ、こんな感じになりますね。はい、でもあの裏側にもですねビームサーベルをつけることが可能ですね。あのゼータの敵のモビルスーツってなんかこういうの好きですよね。さあのライフルの先端からサーベル出したりとか、なんかあのビームの出し方に結構こだわりを感じますね。じゃあただ僕はちょっとねこれなんか使いづらいなって思うんですよ。なんで こっから別にサーベル出さなくていいかな、もうこれだけでいい派です。ではではビームサーベルですね、両手で持たせてみました。野生のボリノークサマンが現れたっていうあのカードダスがありましたよね。はい、でもう一つ特徴的な、まあ、ギミックというか差し替えがありまして、このですねレドームが展開している、ヘッドがついてますので、これめっちゃ綺麗なんですよね。はい、差し替えますね。よいしょ、はい、差し替えるとこんな感じになってめっちゃ綺麗っすね。まあまあ、つるっぱげと言われちゃうとそこまでなんですけど、はい、ボリノクサマン自体が結構その索敵を主にしたあの機体ということで、つまりドラグナーでいうと D3 みたいな感じでしょうか。うん、まあこの特徴的なレドームいいなって思いますね。すっごく綺麗です。で今回も仕込ませていただきました BL タイムですね、ちょっとやります。ではブラックライトつけますね。はい、今回なんですけど、でもちょっとですね僕もあの目だけにしたんですよ。あんまりその全体的に光らしてもしょうがないかなっていうのがなんとなくありまして、はい、カメラアイだけ光るようにしてみました。このレドーム展開してない方も光るようにしてあります。はい、まあでも目だけでもいいかなって、その一番主張したい部分だけを主張するっていうのが大人のやり方かなってね、ちょっと思います。みんなどう思う？というわけでですね、今回ちょっと、レビュー以上となりまして、そうですね、結構でもデザインがなんかもう異様な感じがして結構好きではあるんですよ。まあ、ぶっちゃけなんていうかタイムボカンとかの敵メカっていうちょっと見方も結構できません。本当になんか敵メカ感に溢れたいいデザインだなとは思うんですけど、まあヤフオク行きですね。はい、すいません。まあ、なんでヤフオクに出すかというと、正直最近玩具買いすぎなんですよ。で、まあ、少しでもねヤフオクで売ってちょっとお金を回収して、そしてまた新しいものを買ってレビューしたいというところなので、そこまで気に入ったわけではないので申し訳ないですけどヤフオク行きです。はい、あとはもう本当になんていうかバランスがね取りづらいんすよね。本当に腰弱くてバックパッククソ重くて、でこのタガメも取れやすいし、意外とストレスたまる出来だなとは正直思うんですよ。これがね本当この腰の弱さが本当ムカつく。はい、ただまあ森の奥様のプラモは9年経ってやっと出たので、まあ、そういった意味では結構感慨深いものがあるのかもしれませんね。はい、まあ、この機体がガンダムの中で一番好きだって人多分いないと思うんですけど、まあでもなんていうか面白いデザインなので一番じゃなくてもまあ
30番目40番目ぐらいには好きだぜっていう人はいるかもしれないんで、はい、そういう人には結構刺さるかもしれないですね。はい、そんな感じで本日のレビューを終わらせていただきたいと思います。うん、あとやっぱね3500円ぐらいするね、これ高いねそこをもうちょっとね、はい、しかも ABS 使われてねえから、はい、まあ、そんな感じでね、ちょうど ABS だったら高騰してるから高くなるの分かるんですけどっていうのをちょっといろいろ思った次第となります。はい、では今後とも頑張っていきますのでスーパーサンクスよろしくお願いします。ジョーンズおじさんでした。ご視聴ありがとうございました。ではバイキュー。